こんにちは。俺よくこういう寝転んで膝ついて、あ、失礼します。こんなくつろいだ姿で失礼してます。俺よく寝転んで肘ついてる時、これこっち側なんだよ、こうじゃないんだよね。なんでこうかって言うとさ、右手も左手もさ、ギター弾くのにさ、手首が柔らかくなるから、こうやってこっちでこうグッと押さえてさ、手首柔らかくしてんだよね。っていうかさ、ちょっと俺若い頃じゃない、子供の頃かな、おじさんがさ、とある武道の先生で、あの手首ひねられてばっかやったんだよ。で、あの柔らかくしとかないと、柔らかくしとかないと、あのものすごく痛いから、あの子供のとこから癖なんだよね、手首柔らかくするのがね。うん、そうそう、手首ひねってガーンとあの倒されるばっかりしてさ、俺いまだに喧嘩弱いんだけど、あの強くなんなかったんだ。でまあその武道のあのカツの入れ方で、あのいわゆるマッサージみたいなのが習うんだけど、俺マッサージは得意だったんだよね、喧嘩弱かったんだけどさ。で俺のよくあの本棚に、これこのこういう東洋医学とかこういうツボの本とかあるの見て、あの不思議に思った人いると思うんだけど、意外と俺詳しいっていうか、あの人のやってあげるのは得意なんだよね、自分のはあれなんだけど。まあ例えばストレッチでこうやってこうやるのとかあるじゃん。こうやるんでも普通にこうやるだけじゃなくて、内回りにこう回したりとかすると余計いい感じになったりとかする。これの補助をしてあげると、あのお年寄りだったらこけたりするから、こうやってるとこれをこう内回りにやって後ろから補助してあげると良かったりするんだけど、足のツボでも、足のツボね、これあちょっとこのな足の中指の根元っていうかな、根元をこうグリグリっとやってあげると、もしギャーってなると、もしかして君の腸が傷んでる。で足の薬、人差し指か、人差し指のあの両脇の根元をね、で薬指の第一関節をこうやってこうやると、ギャーってなると、あの君はあの悪夢見たりとか、あの発狂じゃないんだけど、精神的にちょっと参ってる時だから、ここが痛くならなくなるまでじっくりマッサージしてあげると、あの良かったりするんだよね。とか言って俺発狂してんだけど俺が発狂してる方なんだけどね、あのまああのそういう症状、そういう診断を下りてんだけど、まあ人にやってもらうともっといいと思うよ。あのでまあ手首が柔らかくしてるのはこれ癖なんで、子供の時からの癖なんだよね。だからあのこっちでやるよりもこっちであのこうこう横になってこうやってる時の方が多いんだよね。うん、別にあのお姉ではないんだよね。お姉のみんなごめんな。あの期待持たせてごめんな。それじゃあね。